よしみさん、よしみさん、速稼塾の久保です。よしみさん、大和くんの動画ご覧いただきましてありがとうございます。そしてコメントも今回いただきまして、よしみさんにはね、前々からちょっとこう言って直接というか YouTube 越しですけども、ワントゥーワン動画って言ってね、一人のための動画をお送りしたいと思っていたんですよ。今ね、大和くんはママと一緒にバーバのところに行っております。どうもね、外が好きなんで暑い中でも出かけたいみたいですから、ちょっと車でね連れて行ってもらっております。その間私が家事全般、夕食の支度、洗濯は終わりましたけども、これから買い物にちょっと行ってね、夕食のネタを仕込んでおこうかなと思うんですね。それで今回ね、こういうふうにメッセージをいただきました。久保さん、おはようございます。朝からのセミしぐれ、暑さ倍増です。うちもそうです。大和くん可愛いですね。ありがとうございます。うちも3姉妹の孫がいますが、一番下が大和くんと同じ年齢です。あ、令和元年生まれなんですかね。はい、邪気のない顔を見てると世間の憂さを一瞬忘れます。まさにそうですよね。一番上が今年小1になりました。わあ、すごいですね。楽しみですね。小1となると6歳ぐらいですか。これからうちも5年後それが控えてるのかなと思います。こちらは少し難しいです。かっこ笑いと。熱中症に気をつけてくださいね。はい、もうね、私はねほとんど家から出ない、まあそういう風にしてますんで、熱中症の恐れはないと思いますけども、でもやっぱりね、全く出ないわけにもいかないんで、ちょっとさっきね、洗車のために外に出たんですよ。洗車に出て帰ってきたら汗だくというね。なんか車も水かけて冷えたんですけども、もう私の頭からはね滝のような汗が出ています。まあ帽子をかぶってサングラスをかけて、そしてね、まあマスクなどして、で日焼け止めクリームを塗ってると完全防備で、私も最近ねシミ取りをしましたんで、光でレーザーでね、だからもう直射日光を当てないでくださいって厳しく言われております。どうですかね、表情ちょっと明るくなったと思いませんか。ね、やっぱり50を間近にしてこの辺にね、30代後半からちょっとシミが出てきたのは、炎天下なんか結構ね、私もね若い頃から野球をしたり、暴れまくったり、まあ、キャンプに行ったりね、それからガードマンをやったりとか訪問営業もしましたんでね、とにかくカンカン照りの中で過ごしてきた10代20代30代でした。40代からそのダメージが出て、だんだん肌にもなんかね、いろんなものが出てきたということで、美容整形を試してみたんですけども、これが良かったなと思っております。ちょっと話がねずれましたけども、やっぱり子供っていうのはいいもんですね。私は40まで全くの独身で、もう将来も家族も持たなかっただろうと、なんせ金がないと思っていたんですよ。まあでも40歳から始めた情報発信、アフィリエイト、転売、そして FX、 こういったものを組み合わせて資産を構築するに、今はね、こうやって隠居暮らしみたいなふざけたことでね、毎日自宅の方から全てのことが完了できる、そして自由な時間と、まあ、多少の経済的な余裕をいただきまして、しっかりと子供とね接することができます。まあ、私の奥さん随分年下なんで、やっぱりね、こんな父親みたいな年齢の私と一緒に暮らしてくれてますんで、なるべく不自由かけたくないなと思いまして、まあ、いろんな、ね、喜びとともに私も家庭の中で家族の中でね、いろいろとやらせてもらってますけども、いや本当に奥さんもいて子供もいて、私には過ぎた家庭だと思います。本当にありがたいんで、隅から隅まで感謝しながら過ごしていこうと思いますね。で、大和くんはこれから、非常に難しい時代に入っていくと思うんですよ。私なんかが過ごしたようなそんな難しさじゃなくて、もっともっとね、根本的から10年経ったらまるで違う世界になってる、そんな目まぐるしい世の中に飛び立っていかなくてはならないんですよね。私もだから父親としてできるだけの道を開いてあげたいなと、そして強さとかね、優しさっていうのを家庭教育で伝えていきたいなと思ってますね。まあどこまでできるか分かりませんけども、よしみさんが力を貸してくれれば私にもできるかもしれません。普段はこうやってコメントいただく、本当にこれだけでも非常にありがたいんですけども、もしよろしかったらまたね、個別でいろいろと子育てのこととか女性の気持ちとか教えていただければ嬉しく思っております。じゃあね、今日はこのぐらいにしておきましょうか。本当に今まで見守っていただいて、コメントもたびたびいただきましてありがとうございます。そして最後になりますけども、その他の方にもたまにこうやってね、一人のための動画っていうのを撮らせていただいてるんですよ。で、これは本当に私が思った通り気ままに
たまたま空いた時間に撮ってるのかもしれませんし、ランダムです。ですけども、これをしなかったからといってね、コメント読んでないわけでも、軽んじてるわけでもありません。皆さんのこと本当に愛しておりますし、私は皆様の視聴回数とか、それからコメントによって支えられてると言ってもいいです。社会と私をつないでるのは唯一 YouTube だけなんですね。これはオーバーでなくて本当にそうなんですよ。ですので、これからも皆様のお役に立てるようなね、みんなの銀行みたいな案件もこれから出てくると思いますので、惜しげもなくどんどんと皆さんに共有して、少しでも恩返しができればと思ってますので、よろしくお願いします。それでは吉見さん、そして他の皆様、ここまで見ていただいてありがとうございます。それでは失礼します。